猫好き。どんな事情があるんだろう。町に近づけない訳ありの差出人か。気を抜かずに行きましょう。行くよ。さあ、そろそろ降りるした。まずは崖上まで登ろう。遠慮せずに行ってくれ。大丈夫だ、行こう。シュラ、君は普段から魔物を相手にしているのかい？ああ、この斧と魔法でね。クリスタルは持っていないようだけど。ベアラーなんだ、ここでは刻印なん。どうだい？ようこそミシディアへ。歓迎するよ。客人たちも来てくれた。開けてくれ。開門！開門！あんな大きな犬、見たことないわ。構わないさ。本当に水の民が暮らす里があるとはね。北部を旅した時は黒の一帯だとばかり。見てよ、あの大きな犬、すごい牙よ。でもよく見たら可愛いかも。この先が岬の先端だ。さっきの橋といい、手入れがされているようだが、よく来るのか？こいつは手が出せなかったんだ。リヴァイアさんになることはないんだな。おそらく。もし何かあっても、その時は俺が。自分を守るために呼び出したのか。こんな状態で無事に倒せたようね。この先にはもっと危険な奴もいるんだ。まだまだ油断はできないぞ。いい子だ。時間を止めるほどの魔法、私たちに影響が出ることはないのかしら。ここのエーテル、なんだか気になって。魔物なら問題ない。それは心強い。やっぱりそうだったのね。どうしても打ち倒すまでだ。まだやるつもりか。倒さない限り要には近づけない。クライブ、これは言っただろう、何とかしてみせると。
お前たちはジョシアと合流して里を守ってくれ。無事か？だったぞクライブ。里に戻って休ませてやろう。